くんお菓子ありがとうこんばんはもぐもぐちょっと今まさきご飯食べ <laughs> ごはん食べてて今食べ終わ,べ終わりましたちょっとご飯が残ってたお口徹さんお菓子ありがとう小日るさんお菓子ありがとうこんばんはコウチさんハートありがとうカギさんハートありがとうポロンさんお菓子ありがとうマイケルハートありがとうリオさんお菓子ありがとうカギさんハートありがとう 豊田さんお菓子ありがとうマーケルハートありがとうえっとねまあねなんか親子丼だけど親子丼じゃないみたいな作った <laughs> あれえっピンポちょっと待ってねちょっと暗くするよ やばいやばいやばばいい宅配便が来ちゃった宅配便が来ちゃったちょっと待ってよこんばんはあ音もビュートあごめん気をつけるありがとう 排便来ちゃった。ちょっともう1回ピンポンってなるかもし。ななってもう1回ちょっとあのいなくなるかも。<laughs> ごめん。何の注文だろう。何また飲んでないやけどな。お姉ちゃんか。待ってよ。しんやんさん、お菓子ありがとう。マーキュお菓子ありがとう。ちょっと待って行ってきます。 OK。ごめんなさい。戻りました。マッキュロお菓子ありがとう。ディオさんお菓子ありがとう。こんばんは。チョコミントさんお菓子ありがとう。今やむきさんハートありがとう。ベルシーさんお菓子ありがとう。ヤチリンさんお菓子ありがとう。まもるさんハートありがとう。こんばんは。ありがとう。気をつける。ピーパーキャッ大丈夫。ちゃんとヤマトのお兄さんでした。<laughs> 大丈夫庄司さんお菓子ありがとうコスプレコスプレじゃない送りつけてきて幸せ支払わせる詐欺まで書きようえっでもお姉ちゃんの名前書いてあったからだし私注文しとらんから何もお姉ちゃんかなお姉ちゃんいないんだよね今そうまだお仕事帰ってきてなくて一人なのよ カギさんお菓子ありがとうハルさんお菓子ありがとうマーさんお菓子ありがとうコウスケさんお菓子ありがとうナポリンさんお菓子ありがとうユージさんハートありがとうかのとしさんハートありがとうゆづけちさんレインボースありがとう芋健平さんお菓子ありがとうボックスさんハートありがとう水色魂さんお菓子ありがとうアイオンさんお菓子ありがとうボックスさんハートありがとうこんばんは昌吾くんお菓子ありがとうローラー・ミックさんお菓子ありがとうご飯は なんかね、親子丼もどきみたいなの親子丼って鶏じゃん鶏じゃなくて豚ででも味は親子丼みたいな感じそうあの醤油ベース醤油っぽい感じのつ,つゆのお出汁の味に絡めてあの卵溶き卵であの作る感じのやつを作って食べました今 コスプレ配信時じゃなくてよかったいやほんとに今日チャイナするからさ最終枠の11時からチャイナだったらや,やばいもう <laughs> 外で <laughs> サイン書きに出れんチャイナ服とかでミゼル魂さんお菓子ありがとうケンケンさんお菓子ありがとう静岡のエスティオシさんお菓子ありがとうそのまるママさんハートありがとうケンケンさんハートありがとう他人どんっていうのえそんなんあるん親子丼じゃなくて親子じゃないからってことそんなんあるんだ じゃあ他人丼だわ。他人丼食べた。<laughs> えそんなんあるんじゃ初めて知った。他人丼なんて言うのリオプールさんお菓子、ありがとうえ、待ってリオさんタワーありがとう嬉しいありがとうございますタワーありがたわー、本当に。リオさんありがとね、いっぱい。ありがとうございます。タワーのね、もらってた俺、次の9時からの配信でする。 タワーをお礼するねだから近々タワー送ったなって方はちょっと楽しみにしててくださいショートバージョンだけどジュジュタスさんお菓子ありがとうのぶさんお菓子ありがとうこんばんはカフーさんだるまさんありがとうハリーさん初見さんこんばんはありがとうあ東京ヒル公園とりあえずで当たってよよかった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 とりあえずで当たって 嬉しい生きてくれるの待ってるねもうトレードの結果出たのねりくくん、ハートありがとうこうじさん、ハートありがとうゆうじさん、ハートありがとうじゃあ、ちょっと作戦会議をしようと思います極秘の、極秘って言いながらもう誰でも見れる誰でも見れちゃう極秘の会議なんですけど <laughs> アズミファンとあずみによる誰でも見れちゃう極秘の会議を行いましょうましましさんお菓子ありがとうりあくんお菓子ありがとうしみこさんお菓子ありがとうみきゃんさん結婚してありがとうこいしさんハートありがとうあと2日なんですよね今日入れなくってあと2日 このイベントが終わるまで,あ,と2日なんですあっという間に終わっちゃうもうあと2日で,で今順位が4位でポイント差がね結構また176ポイント今開いてるのかポイント差がまた結構開いているんですけど最終日の最終枠 までその順位を3位に上がるってことよりかはどちらかというとポイント差を縮めながら4位のまんまポイント差を開かせない縮ませた状態で最終枠を迎えるっていうのが今のところのなんだ戦略戦略的にはそんな感じでいきたいと思ってますそれが一番なんかいい戦いいい戦いっていうか。 多分なんか一番勝利につながりそうな3位以内に3位以内で終わるっていうのにつなげれそうな作戦かなと思うので3位には上がらずにでも3位から差を最終枠の段階で50万ポイントを切ってるぐらいまで距離を難しいんですけど。 最終枠の最終枠が始まるまでに50万ポイント差切ってるぐらいで始めれるぐらい距離を縮めた状態であの3 4位で距離縮めた状態で最終枠を迎えたいなと思ってますなのであと今日の残りの3枠目4枠目とあと2日まあ言うてももう。 明日がなんか決戦って感じですね最終決戦って感じはあるんですけどそう極力最後に集中うん諦めたなんか振りまあそうね多分最終枠迎えるまでに3位になるとなるよりも最終枠までは四4位で。 距離を縮めることだけをだけに注いでというか力を注いで最終枠の最後の何分でその皆さん余力を残してるって方もおられると思うのでその余力をボンと最終枠の最後の最後に畳みかけてる作戦でいこうと思います。 さんハートありがとう。リほちゃんお菓子ありがとう。りあくんハートありがとう。しみこさんハートありがとう。かとさんハートありがとう。ミッキーさんお菓子ありがとう。しみこさんレインボースターありがとう。こんばんは。マっカさんお菓子ありがとう。こんばんは。そうねまた抜いてがっつり抜き返されてあのね一回朝かな ?3 位抜いて。 一回抜いたらその後お昼ぐらい夜配信しな,かしなかった自分が配信してない間にめっちゃねポイント差つけて抜き返されたというかそれでそこがきっかけで結構ポイント差が空くようになってしまったので一回サインに抜いたことによりだからもう抜かずに多分くっつく <laughs>。 最終枠まではくっつく作戦うん一番みんなの3位になろうと思う思う時の負担も大きくなるので行こうと頑張ろうと思ってますのでくっつきくっつき作戦でよろしくお願いします。というてもというても結構差がね開いちゃったんですよこれをこれをまた縮めるのがね大変なんですけどもよろしくお願いします一緒に頑張りましょうあと2日 よろしくお願いします警察員さんお菓子ありがとうこんばんはなっちゃんだるまさんありがとうきやぽんさんお菓子ありがとうこいつんハートありがとうなっちゃんペンライトありがとう写真集見てみたいです嬉しいそう言ってもらえて私も写真集出したいので頑張りましょう頑張りましょう私も出したい三以内 入って終わりましょう絶対ケイスティンさんお菓子ありがとうカプレさんお菓子ありがとうシミコーさんお菓子ありがとうカトさんハートありがとう瀬戸次郎さんお菓子ありがとうケイチさんお菓子ありがとうこんばんは最終枠は行列 行,そうね、行列とカラオケにしようかなじゃあジョン・ドーさんお菓子ありがとう上乗せ場前毎札ないように油断させる作戦うーんかな合ってるのかなそれでそれで合ってるのかなそうかもじゃあそうそうそう油断させる作戦かな白ンさんハートありがとう今ムキツさんハートありがとうファンの気分エル君によって戦と変わるもんねまずはもうちょい追いつこう ですねまずはもうちょっと追いつくことが本当に大重要なんですけど多分8時からまた配信が今日の配信が終わると思うので9時からが勝負ですね勝負どころ毎,毎日そうじゃけどやっぱり夜の時間自分は配信できるっていうのが強みでもあるので夜の次の今日の3枠目4枠目で今まで以上にもっとポイント差を を縮めて次の日の朝迎えれたらとてもとてもベストだなと思います朝に結局巻き返されちゃうのでまた夜の間にあともう二 2, 2時間かあ嘘いや2時間か残り2時間この配信終わった後の残り2時間でで次は、はい、カラオケ配信を しようと思っております恒例のカラオケ配信カマちゃんお菓子ありがとう全て10連投げ取るよありがとうございます10連でよろしくお願いしますギフトポイントが倍になるしレインボースターは10連でね3倍ポイントになるのでよろしくお願いしますカマちゃんレインボースターありがとうプーさんお菓子ありがとうありがとうございますディオさん大好き ありがとうぽんさんお菓子ありがとうお仕事頑張ってね皆さんありがとうね合間に来てくれてミミさんお菓子ありがとうシメコさんお菓子ありがとうよかやまとさんハートありがとうコウジさんハートありがとう熊高さんお菓子ありがとうこんばんはユージさんハート3連ありがとうありがとうバリバリ音符だけるよありがとう嬉しい そうね十連で投げてくださったらそうポイントが高くなるのでよろしくお願いしますヘルヤスミさんお菓子ありがとうあのやつすきだっか <laughs> くるくるの質問のやつあの時一緒にいたから送っちゃったしかもめっちゃ一番乗りくるくるの質問 イコラブさんのエミさんの曲って,ってえ歌うイコラブさん声かな好きですねイコラブさんの曲くまぬパぱさんお菓子ありがとう,がとう今日もねレッスンでしたゴンちゃんお菓子ありがとう木体のレッスン質問コーナーねえ 見見たたいいですか質質問コーナー <laughs> 質問ココーーーーナナーミッションがまだあミッション午後ミッションができるのでこの時間まだ午後ミッションされてない方はあのこんな雷マークのところをポチッとしてミッション達成よろしくお願いしますめっちゃ簡単にできるのでミッション達成して「きら星100と」えっと「無料でもらえるゴールド70を是非、ね」をぜひねギフトで投げてくださったらとてもとても嬉しいです。 みさんハートありがとうえ可愛くて真面目で一生懸命ところが好き嬉しい <laughs> 普通に嬉しいやつそれ普段の木体と違うの普段の木体といやまあ一緒ちょっとあの変えてるところがあるってとこじゃ一緒じゃあ一緒だけど。 普段の普段ってかまぁ、あ、ちょっと東京バージョン東京バージョンがなってるところがあるかなっていうに合わせだけしときますでもねメンバーがあのね初メンツなんですよ今回初メンバーだからさ今までの僕隊のメンバーとは違うメンバーでやるのが結構なんか醍醐味というか東京公演のなんか多分 いつもとは違うまた違う僕隊が見れると思うからちょっと楽しいそこ楽しみにしとってほしいなと思いますねあの新しいメンバーでの熊高さんおかしいありがとうキャロトさん結婚してありがとうこんばんはどうかってどいつから何時からどんどん見ます えまだね分からんのよねそうど。公式で出るんかなサプライズみたいな感じにもなるんか公式で時間が出るんかもちょっと分からなくってちょっと公式さんからの情報待ちですね。何時 A に私たちがドンレミ行くのかは。正宗さんハートありがとう。ユうジさんハートありがとう。ありがとうございます。う、ね、嬉しい。 ありがとね、よしれんさんお菓子ありがとうミミさんお菓子ありがとう東京の自己紹介天使かバースかけ風どっちかっ <laughs> え。えバース掛け風は関西しかせないから <laughs> 関西限定だからバースかけ風はで天使はあの昨日の天使の配信でチョコって言ったんですけどちょイベント公約に イベント公約で三位以内に入れたらあの東京公演の自己紹介転身するって話は昨日 <laughs> しました三位公約差しすせそさんハートありがとうまっちさんお菓子ありがとうたくあんさんお菓子ありがとうしみこうさんお菓子ありがとう,うでもねなんかメンバーもいつもと違うからさ あのいつもと違う配信に配信っていうかだからそれをね配信っていう形でもっとね会場に来れなかった方とか会場に足運べない方にもあの見,に見れるように配信があったらよかったなーっていうのがあれですね。 東京公演配信あったらより嬉しかった見て欲しかったですいろんな人に <laughs> うち広島じゃんけんてうんでとかかんやね <laughs> うち広島じゃんけん <laughs> ここがポイント、まあ、なんか手で手でボンボンするところがポイントです手でボンボンするところ 私口がなくなっちゃったそう配信ないんよねトレードの出品が少ないなかなかだなえっそうなんじゃ、えー、当たってほしい来てほしいなそう会場でしかね見れないからコジさんハートありがとうこんばんは コウさんハートたくさんありがとうございますキヨポンさんお菓子ありがとうありがとうミヨンさんお菓子ありがとうありがとうございますこんばんはあとでも何より速感速感したのが嬉しかったですね僕たいは 東京公園まあでもキャパがねそんなに大きくないっていうのもねあると思うんですけど今回キャパ自体めちゃめちゃ大きいわけじゃないりおさん猫、ね、ちゃんありがとうこんばんはかそっかも嬉しかったよかった関東 見に来たいと思ってくださる方がたくさんいるみたいで初めてだしね関東行くの僕隊げさんお菓子ありがとうもっと広くても完売したと思うかなまあねじゃあ次はめっちゃ頑張って僕隊東京でめっちゃ頑張ってまた東京もっと広いところでやろうってなれるぐらい頑張ってきます東京。 の僕東京キアポンさんお菓子ありがとうジミコンさんお菓子ありがとうはるかちゃんハートありがとうこんばんは次は東京ドームいや飛び跳ねすぎ飛び跳ねすぎ東京ドームやばいキアポンさんお菓子ありがとう行きたいねでも夢ですよ みんなでドーム STU48 でドームに立つの夢ですめっちゃ大きいけど叶えたいですよね頑張って頑張って自分が在籍してる時にみんなで頑張って叶えたいですよ東京ドームそんぐらい夢を大きく持って活動したいですみんなででもなかなかね 簡単じゃない道のりだけど叶えたいよね景色見てみたいもん東京の景色特別もあるから毎週東京だねねえ本当にね特別そうだね毎週東京だね先週も東京行ったけんえ結構行ってるかも行くかもこのここ最近東京行く機会多い 特別の,得点回、ね、復別のまだ分かんないのよどんなことするんか特別の特典会でも前回の「副別」がなんか全員で写真撮るみたいなやつだったらしくて今回もそれなのかなって予想してる方がいる感じだよね私も分からないんですよね「副別」の時は特典会どんな感じなか 国立競技場目指そう、え、目指したい。そんな。大きな、大きな舞台を目指したいです。鍵さん、だるまさん、ありがとう。ね、頑張ります。みんな。おかえり、こんばんは。広島忘れないで。<laughs> 忘れないよ。私、広島が一番好きだもん。広島、一番大好き。昔は。 東京にすごい憧れがあって私学生中学の時この芸能界入りたいと思って思って頑張ってる時は東京にめっちゃ憧れがあって東京に住みたいって思ってて上京したいってめっちゃ思ってたんですけど ST48 入って地元で活動してでお仕事とかで東京行ったりするじゃんようになっていややっぱ広島が一番や。 <laughs> 今はだから東京に上京したいなはあんまりないですね広島が好き広島が好きな思いがうん昔のワンがあった東京への憧れがに日んさんハートありがとうあ抽選なんだ特典会そうなんだねおしと集合写真ね抽選なんだ 安さんお菓子ありがとう好き嬉しい,嬉しいダースさんお菓子ありがとう水曜魂さんお菓子ありがとう地元愛ね愛愛ありまくり公園にいつでも行ける環境になりたい広島住みたいえっ来てほしいめっちゃね住みやすいと思うよ広島ご飯も美味しいしなんか いい感じに都会だと思ってる私広島って広島、まあ、市内の方は住みやすいと思いますよ緑もしっかりありつつもでも便利も聞くと思うし地元大好きです自分茶太郎さんハート3年ありがとう広島が好きファンが好きってことはよろしいか <laughs> うんよろしいです 私もファンも同じぐらい好きあじゃあ,じゃあ壇上を読みたいと思いますあ間違えたえどうやって読むんだこれか13位熊高さんありがとう12位プータさんありがとう11位うじさんありがとう10位さん、十7さんありがとう9位みんみんさんありがとう8位きよぽんさんありがとう 7位、チョコミントさん。ありがとう。6位、プーさん。ありがとう。5位、ゆずけちさん。ありがとう。4位、しょうじさん。ありがとう。3位、しみこうさん。ありがとう。2位、かまちゃん。ありがとう。そして1位はドゥルド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 ルルルバン。りおさん。ありがとう。ありがとうございました。じゃあ次は 9時からです1時間後の9時からカラオケ配信をしますカラオケするねカラオケしますちょっと可愛い格好でありがとうございました9時から会いに来てくださいで9時からがもう夜夜時間でアズミンのパーティータイムになるので <laughs> しっかり点差を縮めていきましょう9時からの時間2枠で9時からと11時からの2枠で アズミンパーーティータイムしましまょう点差縮めて最終幕はチャイナでみんな大好きなやりますか結婚行列 <laughs> やろうかなと思ってますのでじゃあまたありがとうございました